見た目も中身もいつも元気。美意識高く、独自の健康法を実践する芸能人たち。けれど中にはやりすぎなものや、むしろ身体に悪影響を及ぼすものも。多くの芸能人が実践する、一日一食は果たして健康にいいのか。管理栄養士の森ゆか子さんに話を聞いた。高校生の頃から、 歌手になりたい一心でボイストレーニングのことしか頭になく。多忙な生活。気がついたら夕食だけ食べる一日一食の習慣に近づいていました。と某雑誌のインタビューで話すのは、ピンクレディのみゆいみえ、65。芸能生活42年。今も変わらぬスタイルを保つ奇跡の65歳だ。一日一食が美魔女の秘訣。 管理栄養士の判断は、大ヒットを連発していた20代の頃、一日一食を心配した事務所のスタッフが病院で診察を受けさせたが、どこにも異常はない。このままの食生活で問題ない、と診断されたという。それから40年以上、みゆみえは一日の終わりに夕食だけを食べる生活が続き、 前期高齢者になってもハードなライブをこなしている。この一日一食について管理栄養士の森ゆか子さんはこう指摘する。管理栄養士としては一日一食はおすすめしません。短期間で減量したい人には目に見える減量効果が得られるでしょうが、一日一食生活を長期間続けると、 健康を害する可能性があります。少し前まで厚生労働省が1日30品目を推奨していたが、人間が生きていくためには様々な栄養を摂取する必要があり、栄養素の中には一度の食事で吸収できる量に限りがあるものも、つまり一食で1日に必要な栄養を全て摂取するのは不可能です。以前、 私の患者さんで、ダイエットのために1ヶ月間、1日1食を実践していた方がいらっしゃいました。森さん、いかどう、すると、次第に髪の毛が抜けてきたという。これは身体の組織を作る成分であるタンパク質をはじめ、様々な栄養素が不足したためです。1日1食を実践する芸能人は多く、ビートたけし、 水谷豊などのベテランから、高橋一生、斎藤拓など、数え上げるとキリがないほどだ。体の限界が来た瞬間以外の時に食べると、お肌がもたもたしてしまうので、一日一食を続けている。テレビ番組でこう話した高橋一生は、一日一食生活を続けて17年目に突入する。 記憶喪失になり海岸に流れ着いた男というドラマの役作りがきっかけで一日、一食生活を始めた斎藤匠は、この食生活が合っていると話す。超ベースで思考を巡らせると、夜眠るときに体内の臓器が夜勤をしてくれているわけじゃないですか目覚めたときに、夜勤明けの状態の臓器を働かせるのが酷だなと思って、 最後に食べた瞬間から携帯のストップウォッチを動かして、だいたい18時間くらい経ったら食べる。しかし、やはり1日1食生活には不安要素がある。食事の時間が空きすぎると食後の血糖値が上がりやすくなるので、水臓に負担がかかります。また食事量や水分量が減少し、便秘にもなりやすいので、 特に50代以上の人は控えて欲しいですね。お話を聞いたのは、天天森ゆか子さん管理栄養士。日本高科齢医学会指導士。四谷メディカルキューブにて栄養指導などに従事。著書に、100年長生き食、逆訓、など。